はい、青年海外協力隊っていうのは、まあ、JICA という組織、まあ、日本の外務省の、まあ、管轄にあるような組織なんですけども、 JICA という組織があって、まあ、日本の青年20歳以上の青年を途上国に送って、まあ、ボランティア活動してきてもらうプロジェクトです。はい、まあ、結構電車のつり革とかにも青年海外協力隊募集説明会とかそういうの結構あったりするんですけども、結構静岡大学の先輩、まあ、卒業生も青年海外協力隊として、まあ、いろんな国に派遣されたっていうことがあります。で、私の場合はアフリカのガーナという国に派遣されました。はい、私はその青年海外協力隊の中でも数ある職種があって、まあ、私が選んだのは小学校教諭という職種でした。で、小学校教諭ということで、まあ、ガーナで算数と理科を、まあ、小学校を巡回して教える、そういったような、ことをしてきました。はい、まずガーナの学校で驚いたのは先生が学校に来ないということです。私巡回していろんな学校もあるんですけども、先生がいないっていうクラスは結構ありましたし、先生がいても子どもたちがほったらかしとか、そういったような現状が結構見られました。で、まあ、先生の本当に意欲の面で、日本の教育って本当に先生が本当これでもかってくらいに、すごく子どもは学校の子どもたちは自分の子どもくらいな気持ちで教えてるのに対して、ガーナはなんかね、その東南関係ないくらいのなんか他人行儀な感じがしたところがすごく違いというか、ショックでした。はい、シビアですね。シビアですね、まあ、もちろんその中でもいい先生もいるんですけれども、はい、やりがい、はい、いや、もう本当に子どもたちのキラキラした目っていうのは日本の子どもの比べ物にならないくらいキラキラしてて、なんか僕はもう教室に入った瞬間に興味津々で見てきてくれて、で、何を喋ってもすごい反応がいい、なんか手あげ、なんか分かんなくてもこの問題分かるかなって、分かんなくても手を挙げるくらいのすごいなんか積極的な子どもたちの姿っていうのは、勉強熱心な姿っていうのはすごく勇気づけられたし嬉しかったです。で、僕自身が本当にできることってそんな大したことじゃないと思うんですけども、その算数を教えるとか理科を教えるとか先生のサポートをするとか、でもなんだろう、すごく自分が来てくれてよかったって言ってくれる人に出会ったことがすごく良かったですね。あと僕がその向こうでもらったのは、なんか現地の名前をニックネームをもらったんですけども、ウンピニっていうニックネームをもらって、意味はゴッドギフト、神様の贈り物っていう、なんかみんなからウンピニウンピニって呼ばれて、そんな風に仲良くしてもらったのがすごく良かったです。はい、青年海外協力隊ってパッと聞いた時に、はい、すごい敷居が高いなっていうイメージがやっぱしちゃうと思うんですけど、はい、学生さんとかは。そうですね、まずその20歳以上になったら応募できるっていうプロジェクトプログラムなんですけども、まあ、20歳になったらなんかその募集説明会っていうのがいろんなところで開かれているので行ってみて、まあ、OB、 僕みたいな OB の人の話とか聞いたり、あとは、まあ、募集要項を見て自分はどういった職種でどういった国に行けるのかなとか、そういうのを考えてみるといいと思います。僕も最初はなかなか行けなくて、2回応募したんですけども、2回目で合格して、まあ、20歳の時に応募した時はダメ で23歳で応募した時は良かった。やっぱりその自分が何をやりたいかとか自分のバックグラウンドがしっかりしてから応募した方が確かに受かりやすいです。はい、いや、僕がその今一番興味関心があってやってるのは、今国際開発研究科っていう名古屋大学の、まあ、修士の研究科で勉強してるんですけども、将来的にはやっぱり海外でその社会差別のない世界を作るために活躍したいなと思っているので、緒方貞子さんとか、なんか、まあ、JICA の有名な方なんですけど、そういった方とかいろいろ目指してやっていきたいなと思います。はい、活躍期待しております。ありがとうございます。ありがとうございました。